日産 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。昔乗ってたジュークはキセノンヘッドランプの車でした。今は LED のエクストレイルです。案内人の M です。 LED ランプの車には乗ったことがありません。カメラマン W です。はい、ということでですね、今日は、日産の車について私たちいつも話したり紹介したりしてるんですけれど、日産の話以外もこのチャンネルします。皆様の交通の安全だったりとか、あとは日々の疑問の解決、そしてカーライフが便利になる、そんな情報をお届けするのもこのチャンネルの使命と思っておりまして、今日はですね、秋のこの季節の車の運転についてダブルさんと話をしたいなと思ってるんですよ。はい、秋の運転注意したい点が実はありまして、季節によっていろいろこう注意点ってありますよね。はい、夏場は例えば、オーバーヒートに気をつけましょうとか、いろいろあるんですよ。あとは夏場は道路の路面の温度が非常に高くなるので、タイヤのバースト破裂のリスクがちょっと上がりますよ、タイヤに注意しましょうねとかあったり、あと冬場はもちろんですね、雪が降ったり凍結したりアイスバーンになったりしますので、路面の状況に応じて、しっかり気をつけて運転をしましょうねとかあるんです。じゃあ秋はどんなことに注意すればいいのか、はい、ダブルさんお願いします。はい、ライトつけるタイミング、はい、夏はあの日長くて、結構7時くらいまで明るかったりするじゃないですか。はいはいはい、でも秋になってだんだんこの夏の感覚でいると、はい、5時半くらいにはもうすっかり暗くなってて、はい、夏場はこの時間帯ライトつけてなかったのにみたいな、そういうちょっとタイミングっていうかあるんですよね。はい、私ダブルさんに今日はライトの話するよだけしか言ってなかったんですけど正解を言われてちょっと戸惑っています。はい、まさにその通りなんです。秋は意外ともう暗くなる時間が早いんですよね。特にですね、白母と呼ばれる時間、薄暗い時ですね、そういった時間帯と、例えばお子さんの下校の時間なんかが被りやすくなる時期なんです。ちょっと薄暗くってライト、つけなくってもいいかなって走ってると、結構子供が歩っていたりとかする、危ないですよね。危ないです。危ないんですよ。なので、この時期はですね、運転をされる方、早めのヘッドライトの点灯、これを意識していただきたいんです。冬場なんかはですね、もうとっくに暗くなってるのですぐライトつけてたりするんですけど、この時期って割と手薄になってしまいがちなんですよね。ということで、早めのヘッドライトの点灯、昔から言われてることなんですが、ぜひ皆様ですね、この時期特に注意していただきたいなと思います。早めのヘッドライトの点灯というものと深く関わってくる車の装備がありますね。装備、はい、ダブルさんが今こう斜め上を見ながら考えてはくれてるんですが、さあ私はですね、ダブルさんがどうして悩んでいるのかを知っているんです。ダブルさんが乗っているらしいにはついていないんじゃないでしょうか、この機能。あ、そういうことか。はい、あのあれだ、こう暗さで自動でついてくれるやつ。そうです、オートライトですね。オートライト、ダブルさんが言ってくれました、暗くなったら自動でライトつけてくれる機能ついてますか、ダブルさんの車。ついてないです。ついてないですよね。はい、オートライト、今皆さん乗ってらっしゃる車、オートライト付きの車多いんじゃないかなと思うんですが、実はですね、2020年おととしの4月このオートライトの搭載が義務化になってるんですね。ダブルさん知ってました？あ、なんか小耳に、小耳には挟んでる。はい、オートライトの義務化ってつまりどういうことですか？標準装備。はい、標準装備。そしてこれ標準装備とは言っても、2020年以前の車もオートライトついてる車結構ありました。はい、でもその以前の車と義務化以降の車では明確に違うことがあるんですね。はい、昔はそんなことなかったのにっていう。全部 LED になった。残念ながら今ハロゲンランプも車グレードとか車種でありますよね。あるか。あります、あります。何が変わったかというと、オートライトの機能を原則オフにすることができなくなったんです。あ、そういうことか。そうなんですよ。ほうほうほう、知ってました？あ、ちょっと小耳に挟んでましたね。はい、そうなんです。どういうことかというと、
ライトのオフというポジションがないんですね。確かに、はい、普通に使っていただいている分にはオートライト常にオンの状態、暗くなったら自動的にライトがつくよ、必ずそうなってるんですということなので、普通に使っていただいていればもうオートライトオン、薄暗くなってきたら自動的にライトはオンになるようになっているんです。こちらですね、詳しく言うと2020年4月以降に発売された新型車、そして2021年10月からは、全ての5ナンバー3ナンバーの車は、搭載が義務化されていますので、継続して売っていた車もこちらオートライト義務化になってるんですね。他のちょっと商用車系の車とかまた状況が変わっているようなんですが、テロップに詳しく入れておきます。ということで皆さん、オートライト必ずオンになってるんです。夜も絶対消せないというわけではありません。例えば夜間車停車中ですね、あの駐車場とかでエンジンはつけてるけどライトは消しときたいよという時なんかのために、オフに、駐車中はオフにすることができるようになっていたりはします。ああ、パーキングに入ってたら、はい、消すことができる。なるほど。このパーキングに入ってる時も基本的には普通に車夜乗り込んでオンにしたら、電源とかエンジンオンにしたら勝手にライトつきます。ね、そこからライトを改めて消すことができるというふうに言った方がいいですね。でこれ消すための方法も車種によってちょっといろいろなので、こちらは詳しくは必ず取扱説明書にも書いてありますので、皆様お乗りの車かご確認いただければなと思いますが、今日はちょっと詳しくは説明しません。ですが、まあ、そんなことになっているわけなんですね。知ってましたよね。まあ当然じゃないですか。はい、ということで今ですね、販売している新車を購入される方、基本的には全部オートライトは標準でついている、そしてオフのポジションはない、手動でオフに変えても走り出したら必ずオンに変わるようになっております。またこの時期の安全運転という点でお話をすれば、この2020年以前のお車にお乗りの方も薄暗くなってきたなと思ったら早めのオン、そしてオート機能がついている方は、まあ、常時オートで乗っていただくのがいいんじゃないかなと思います。あの薄暗い時だけじゃなくて、トンネルに入ったりした時もライトのつけ忘れ消し忘れありませんので、ぜひ有効に使っていただければと思います。ところでこのライトについて、まあ、ヘッドライト、そして車幅とスモールライプですねとかありますけれど、もう一つですね、車の正面側についてるライトあります。ダブルさんが今頭のようにハテナマークがついてますけれども、そんなにライトついてますか？ついてますよ。まあ言い忘れただけでもう2個ぐらい種類としてはありますね。え、ヘッドランプ、ヘッドランプだけど、車幅、車幅と、まあ、一応言うとフォグランプもありますね。フォグランプ、さらに、さらに、はい、最近採用されている車種結構増えてます。え、あのちっちゃいやつ、ちっちゃいやつ、ちっちゃいやつ、ええ、まあ、あの多くの場合はポジションランプとあの一緒のものとして機能してますけど、なんだ、デイライト、デイライト、あ、デイライトって言ってもピンとこないらしいですダブルさんデイライトって何ですか？はい、デイライト、正しくはデイタイムランニングランプと言ったりするんですけど、デイ、つまり日中もついてるライトのことです。ほう、例えば日産のオーラとかアリアとか、日中もあの電源オンにしたらライトついてたりしますよね。はい、すごくあのそうかなっていう、はいだったんですけれども、アリア、ダブルさん好きなアリアですよ。はい、電源入れると勝手にピョンって眉毛がつくじゃないですか。ああ、そこか。明るさに関係ないんですよ。へえ。日中もついてます。これ何のためのものでしょうか？演出、かっこいいってやつですねはい、まあ、それもあります、もちろんございます。ドレスアップ目的あるんですが、それだけじゃなくって、日中でも対向車とか歩行者により自分の車を気づいてもらいやすくするためのものなんです。お、はい、そうなんですよ、まあ、車のライト、
自分のドライバーの視界の確保だけじゃなくって、周りの車とか歩行者に気づいてもらえることが大事になってくるということで、まあ、それも含めてですね、薄暗くなったらすぐにライトをつけましょうっていうのは、別に薄暗い時にライトつけても視界変わんないよ思われるかもしれませんが、周りに気づいてもらいやすくなるという効果がありますので、ぜひこちらご活用いただければと思います。わかりましたか？わかりました。ありがとうございます。ということでダブルさんのらしいもですね、オートライトついていませんが、早めにライトをつけて、はい、自分の存在をたくさんアピールしていただければと思います。はい、ということで今回は、この時期、秋の時期の特に運転注意していただきたいこと、そして車のオートライトについてお話をしてまいりました。最後にところで話変わるんですけれど、はい、よくですね、いろんな方とお話をしている中で引っかかることがありまして、はい、車のライトに関して微灯という言葉を使う場合があります。微灯、はい、それも微灯ですけども、車の微灯ってどこのランプかなって想像しますか？これのここ、ちょっと今日動画を撮ってないのでですね皆さんに伝わらないんですよ。ちっちゃいやつ、スモールランプじゃなくて、はい、らしいんで言うと、はい、こう2段階でこう、ライトつけられますよね。の1段階目、それ何つけてますか？ヘッドランプ。シャーバ灯じゃないですか？あ、そうなんですか。何だと思ってました？むしろシャーバ灯とかスモールランプとかいうやつが、はい、カチャカチャってスイッチ回す時の1段目のやつだと思うんです。あ、そう、何だと思ってました？むしろシャーバ灯って何だと思ってました？ここですよね。そこです。ここ両脇の、前を照らすんじゃなくて車の幅を示してくれるようなそういうランプなんですけど、あそこライトついてんだ。今ダブルさんがですね、携帯でラシーンのヘッドランプを検索して必死に見てるんですけれど、確かにヘッドランプ、はい、若干ついてるのかと思ってた。ヘッドランプ若干ついてる意味あります？意味はあんでしょうけど、シャーバ灯がつくんですよ、カチャカチャってやると。知らなかった。まずい、問題発言ですね。やばい、毒ついてるのかも自分で分かってない。分かってなかった。これらしいに限った話じゃなくて大抵の車カチャカチャって2段あったら1段目はシャーバとスモールランプ。カチャカチャって2回やるとスモールランプとヘッドランプが両方つくようになってるんですよ。そうだったんですね。そうですよ。これは2020年以降の発売の車でも、O とかスモールランプか、あとヘッドランプ全部つくかっていう選べるようになってますので、はい、改めて聞きます、はい、車の微灯って聞くと何を思い浮かべますか？ここですよね。今画像を私見てるんですけど、ダブルさんが指さしてるここですよねって言ってる、さっき私がスモールランプですよって言ったのはこれ、それはウインカーですよ。え、ここ、ですね、おそらくラシーンはですね、確かにヘッドランプの中がちっちゃく光るのかな、この脇の部分がですね、光るようになってるんですよ。あ、なるほどなるほど、はい、ここはウインカーです。まずいな、知らなかった。改めて聞きます、はい、車の微灯って聞いて何を想像しますか？ちっちゃいライト、スモールランプ。スモールランプ、微灯ってどういう漢字当てますか？かすかな、微妙の B ですよね。に灯は灯火類、伝統の灯ですね、はい、って思われる方が結構いらっしゃるんだなっていうのを言おうとしたのに、なんでこんなところでつまずくんですかね。ごめんなさい、はい、車の微灯と聞くと微妙の微に伝統の灯で微灯と書く、スモールランプ、シャーバ灯かなというふうに思ってお話をされる方も結構いらっしゃるんだなっていうのが私も実は新鮮で、これどっちが正しいのか、正しいものがないのかもしれないんですけど、私は尻尾の電灯、テールランプのことだと思ってたんですよね。はあはあ、で、
微糖で検索すると多分テールランプとして、書いていらっしゃる方が多そうだったんですけど、まあでも微妙の微で使う方もいらっしゃると。これ どっちが正しいとかないかもしれません。あとはお住まいの地域によって、ここ変わってくるのかなとかいろいろ思ったわけなんですよ。皆様はどうでしょうか。微糖と聞いてどっち思い込めますかという話をダブルさんと盛り上がろうと思ったのに、思わぬ伏兵につまずいてしまいました。はい、いかがだったでしょうか。今回は、秋の運転についてお話をする予定がダブルさんの思わぬライト、自分のラシーンどこが光ってるかなみたいなのをちょっともう一回改めてよく確認していただければと思いますので、はい、あとポジションランプとウインカーは別のものです。失礼いたしました、はい、ということで皆様も改めてですね、この時期の運転そしてライトについて思いを馳せていただければと思います。日産 YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。